あ、すみません、ちょっと雑談でちょっと補足がありまして、それについてちょっと、語らさせていただきます。雑談の中で自分が女性にとって、まあ、モテるかどうかの判別法で女性を見つめてその反応をで判断してくれみたいな趣旨の内容あったと思うんですけど、まあ最初は恥ずかしいから恥ずかしいでしょうから車から見ることをお勧めしたのですが、まあそれでちょっと細かいなんていうか白ってのはすげえ上からなんですけど、ありまして、なんだろうな、若い女性ってのは あんまりやっぱり反応が素直じゃない方もそれなりにいらっしゃるので、うん、まあまずはね、おばちゃんですね、ターゲットは。おばちゃんはやっぱ若い女性に比べたらね、反応が素直なんで、おばちゃんを見つめ、おばちゃんとかおばあちゃんか。おばあちゃんはちょっと、もう、あれかな、もう、まあ中には、まだ、若い時の心を失ってないおばあちゃんもいるでしょうけど、おばあちゃんはちょっと、まあ、ベストはおばあちゃんですね。おばちゃんを見つめてください。反応が素直なんだよね、若い子に比べたらね。うん、まあ、あと、おばちゃんの方が多分、そんなに、抵抗ないと思うんですよね。うん、恥ずかしくないっていうか、若い子はちょっとって方も、いらっしゃると思うんでね。あ、そう、そのおばちゃんに付随しましてね、おばちゃんにね、モテなかったらね、若い子にもモテない。これ結構重要ですよね。うん。これもかなり重要です。おばちゃんはまず反応が素直だし、おばちゃんになったからって言って、なんか男の何、いいと思う男のハードルが下がるわけではないと思うんで、はい。まあ、おばちゃんの反応が、良くなかったら多分若い女性見ても反応一緒かなと思うんですよね。本当にモテるってことはおばちゃんにもモテるんですよ。うん。だから先ほども申し上げました通り、女性の本当の姿っていうのはおばちゃんだと思ってますからね。はい。若い時のなんかプライドだとかそういうのがなくな、羞恥心だとかなくなったおばちゃんっていうのが女性の本当の姿ですね。はい。だから、うん、おばちゃんにモテなかったらモテないですね。若い女性にも。で、あとおばちゃんと話すのも苦手って方はもう致命的ですね。うん、いざ若い女性と話すとなると多分まあ自分もあんまり言えた立場じゃないんですけど喋れないかなと思いますね。自分はおばちゃんでしたら結構普通に会話できるんでね。うん。だからまあ、できたら若い女性もおばちゃんだと思うようにしてるんですが、ちょっとそれはちょっと難しいですね。女性の本当の姿がおばちゃんだと分かってても、おばちゃんに接するようには接しれないですね。それは今の自分ですね。で、もしおばちゃんを見つめるのも恥ずかしいって方いましたら、男です。いいですよ、男で。男を見つめてください。男を見つめるとね、なんか自分最近なんか男からも見られるんですよね。まあゲイとかそういった類じゃないと思うんですけど、日本ではゲイっていうのはあんまいないと思う。あ、ゲイっていうかバイセクシャル、うん、バイセクシャルの方ってあんまいないと思うんですよね。バイセクシャルなんかもうアメリカとかで多いイメージですけど、まあ実際多いと思うんですよね。レズだとかね、ホモだとか。それなんでアメリカとかでは多いかっていうと、多分自分の予測ですけど、やっぱそれだけ同性から見ても美しい女性、美しい男性ってのがね、いるんでしょうね。うん。で、あとなんか行為の時、同性の方がゾクゾクって感じがあって好きっていうのがそっちの世界にはまり込んじゃうのかなって思いますもん。思いますね、自分的には。自分もね、やっぱり男から見てもかっこいいなっていう人もいますからね。まあ、うん、
まあそれは大体もう外国人の方ですけどね。まあ今一番はクリス・エムズワースさんですね。さんって別つけなくていいか。もしだからその男からなんか触られたと思うと、想像すると、なんか根性とかじゃないんですけど、女性から触られるよりゾクゾクってすると思うんですよね。なんていうか、その気持ち悪さっていうのはなんだかわかんないですけど、それにのめり込まんじゃう方が多分そっちの世界に行かれちゃうんじゃないかなって、わかんないですけどね、キス実際どうなんだか、そうだよね。あ、そう、とにかくそう、女性、おばちゃんでも恥ずかしいって言うんだったら男性でいいですね。はい。あ、そうだ、ちょっと話戻しますけど、自分最近男からもなんか女性と同じようになんか見られまして、なんかちょっとほくそ笑んでるんですよね。そう、まあそういう時はもうあれいい、なんていうか、その女性を見つめる、若くて可愛い女性を見つめるいい練習になるなと思って、もう女性を見るようにも見つめるようにしますけどね、もう、まあいい手本はアメリカの YouTuber のなんだっけ、オールノスエピックさんっていう方の動画で、まあこの目力のある白人男性の方がいまして、その目力を使って女性だけじゃなくて男も見る動画があるんですけど、その方を参考にすることをお勧めしますね。はい、やっぱ結局目なんだなって思います、見ててね。そう、まあまずそう、そんな感じですか。あとなんだろう、今の自分の YouTube の、その、国別とかの割合、ちょっと前も紹介しましたので、今回もちょっと、紹介させていただきたいと思います。今現在ですね、少々お待ちくださいね。まず視聴者の性別ですね。まあ今自分も女性の比率を上げたいと思いましてね、もうできたら全員女性でいいんじゃないかと思ってますけど、でもやっぱダンス、こういう内容の動画はやっぱ男性に共感してもらいたいから、まあ全く男性がいないっていうのもあれなんで、なんですが、まあ大体女性 90% ぐらいで男性 10% ぐらいがいいかなと思ってるんですけど、まあでもちょっとまあやっぱ女性を多少意識しているの結果なのかもしれませんが、微妙にですけど女性の比率上がっておりまして、現在女性の割合は 16.4% ですね。まあ残りの残り 83.3% が男性なんですが、男性のね、視聴者の方の平均視聴時間は1分39秒。それに対して女性は38秒で、全然早いんですよね、もう見終わるのがね。まあ、ね。現実世界ではモテてるんですけど、なんか、動画ではモテない。あんまそこまでモテないですね。なんで現実世界に持ってくればなんかもっと女性食いつきそうなんですけどね。まあやっぱ何でしょうね、まあ内容的なものですかね。まあ前それはいいとして、視聴者の年齢でやっぱ一番最もいいのが35から44歳ですね。これがかなり多いかな。 69.6% なんで、ほとんどだから自分の動画ってのはまあおっさんですね。おっさんの男性が多く見てるかなって感じですね。まあもうチャンネル名が40代前半、人生が終了してしまった男の狂人日記ってなってるんで、まあ致し方ないかなって思うんですけど、いや、まあ、自分の理想としてはね、もうこの18から24歳を増やして、まあ、女性ばっかりにしたいですね。まあできたらまあアメリカ人女性に見ていただきたいって感じなんですけど、まあそれは難しいですけどね。で、あとは年はね、あんま自分の動画視聴回数多くないんで出ないですね、ほとんど。自分が住んでるところは出ますけど、
だけ出てるんですよ今。まあなんでかっていうと、これ自分で自分の動画見てるからですからね。そう、自分で見てるのにカウントされちゃうんですよね、これ。なんとかしてほしいとは思うんですけど、まあでも分かってるからいいかなって、関係ないから。でも、あ、でもあれか、本当にだから自分と同じ地域の方が見てるとなった場合、わかんないから、うん、もし、まあ、そういった弊害はあるのかな。で、国別なんですけど、まあ今、国別で一番多いのが日本ですね。まあ当然、じゃあ当然ですよね。いくらその、外国人向けに動画作ったとしても、うん、まあだんだん落ちてきてますけどね、日本の割合は。60.8% ですね、今ね。まあ、日本の方には正直見、矛盾してるけど、そこまで見てほしくないんですよね。まあ、話す内容的にもね。うん。まあ、問いつつ、日本の若くて可愛い女性から、あれ、YouTube やられてますよね。ファンなんですって声かけるの、ちょっといつの日か声かけられるのを夢を見てますけどね。うん。まあ、でもなんかね、やっぱね、もっと、下げたいですね、日本の割合を。うーん、 20% ぐらいでいいかな。 10%、 まあ10から 20% の間でいいですね、はい。で、まあターゲットにしているアメリカ合衆国が今2位で、まあ、高くないですね、これも。でも正直 5.8% も、まあ、意外に検討してるじゃないかってお思いになられる方もね、いらっしゃるとは思うんですけど、まあターゲットにしている割には低いです、5.8%。で、3位がフィリピン、1.5%。フィリピンは行ったことないな。フィリピンの、フィリピンのキャバクラっていうのかな、まあ、的なとこは行ったことあるんですけど。フィリピンの女性ってのはね、なんかあんま女性を感じないんですよね。まあ、綺麗な顔立ちの方もいるんですけど、なんかやっぱりもっとオープンなんですよね。やっぱフィリピンっていうのはなんか、うん、フィリピンの女性ってのは。だからなんていうか、その、あんまりもオープンすぎてもなんていうか、その、攻略しようがないっていう、攻略とかおかしいですけど、なんかあんま、そう、オープンすぎてもなんかその、魅力を感じないんですよね。わがままかもしれないですけど、まあ多分多くの男性には分かってもらえると思いますけど、やっぱ日本人女性の恥じらいっていうのがやっぱいいのかなとは思ってますね、うん、結局は。はい、なんだかんだで。で、4位がインド、 1.2%。ちょっとインドにも行ったことないんですけど、インドの女性に自分はインドではモテるのかっていうのを質問の動画上げたんですけど、全然紹介するのがないですね。まあ当然のことで答えも返ってこないですね。なんかインドの割合がちょっとあるから、インドって言ったらヒゲじゃないですか。で、なんかインド人女性に受けいいのかなと思っていざ質問してみると、紹介数伸びないわ、回答が返ってこないわっていうありさまですね。まあ、踊っては見たんですけどね、動画内で。関係ないですね。インドって、自分のインドのイメージはもう、ヒゲとダンスなんでね。で、5位がインドネシア。インドネシアも行ったことございますね。0.9%。まあ、インドネシアの方からちょっとコメントいただいたんですけどね、はい。それで、その方に、自分はインドネシア、ではモテるかって質問したら、返答がないですね。察してくれみたいな感じですかね。わかんないですけどね。で、6位がイギリスですね。UK ですね。まあ、0.7%。まあ、アメリカに次ぐ憧れの国ではあるんですけど。うん。イギリス、UK っていうのはね、俺自分の中ではね、民度が一番高いんじゃないかなと思ってましてね。うん。まあ、例えば、まあ、コロナで、ね、もう今もう世界で全然収まらないじゃないですか。どんどんその対策しても、
新しいの種がな株っていうのが出てきて、もうキリがないって感じじゃないですか。それを見越してイギリスはもう共存するってことで、もうマスクねしなくなりましたけど、それがすごい共感できましてね。まあ、自分も同じこと思ってるんでね、あのコロナもこれでもう収束することないなと思っても、外ではねあのマスクしてないですね。はい、どっかもコンビニだとかね、そういったところ入るときはさすがに気遣ってしてますけど、外ではもう一切しておりません、私。はい、まあそう、あとイギリスのブラックユーモアっていうのがやっぱ好きでね、うん、まあ、音楽にしてもまあまあそうですね、まあこの憧れ2番目に憧れの国である、イギリスにも、あのイギリスではあのモテるのかって動画作ったんですけど、こちらもね全然視聴回数わかんないですね。まあ当然のごとく、返答もございません。はい、アメリカでだけでしたね、そこそこ視聴回数伸びて返答があったのね。ですぐにアメリカの場合返信返ってきました来ましたからね、あのイエスと、まあ嬉しかったんですけど、それ以降ちょっとコメントが続くかなと思ってたんですけど、結局その最初で最後の、ワンコメントのみでいい、もう他の 方からはあの返信っていうかコメントないですね。ただ地味にちょっとグッドボタンの数が伸びてるだけで、これは何ですかね、コメントにはしないけど出さないけどモテますよっていう意味なのかな。まあ視聴回数の割にはそのまま少なくなっちゃいますからね。けどね、うん、もうちょっと確信得たいですね、うん、まあやっぱりアメリカ人女性にも好みあるんでしょうけどね、いろいろとね、うん、まあ当然日本にもあるように、うん、で7位がタイですね、 0.2%。 まあタイ行ったことあるんですけど、タイではモテましたね。はい、まああの若い頃学生時代ですか、アユタヤという町行きましたら、なんかもう通りを歩いていましたら、なんかかっこいいかっこいいとか、なんかもう声かけられまして、はい、タイ人女性にはモテますね、うん、モテましたね、今は分かんないですけどね、なんかあったとかそういうのじゃないんですけど、あとお金目的だろうと思われる方もいらっしゃるかもしれないですけど、いやタイはそういう国ではないですね。はい、あとですね、なんか言うとしたらね、まあアメリカとかってやっぱりどちらかというと屈強の、まあ日本も結局はそうなのかって思ってますけど、屈強そうな男がモテるじゃないですか、あのひげガーって生やしてなんか、うん、筋肉隆々とした感じのモテじゃないですけど、わかんないですけど、その動画とか、そのさっき言いましたオールオスとエピックってさんの動画見てると、大体女性と歩いてる男性ってのはやっぱりそのいかつい感じの方が多いんですよね。だから結局日本でなんかモテてるイケメンってのはね、あほんアメリカ行ったら通用しないんじゃないかなと思ってますね。なんかその軟弱そうな感じの、なんかちょっと痩せ細った感じの男性ですか、まあ、なんでこの差ができるかっていうと、まあ自分は一番の理由は治安だと思ってますね、うん、やっぱり日本アメリカっていうのはね、日本に比べたら治安も悪いんでね、やっぱりその強い男が魅力的、強そうな男が魅力的に見えるって感じで、まあ日本はやっぱご存知の通り、まあ治安はいいから、うん。まあ結局はでも男は強い、あ、女性は強そうな男が好きって結論ですけど、まあ、そのカップルでいる男の方はなんかちょっとやさ男はもうそれなりにいるなって思ってますね。思ってるんで、うん。なんでかっていうと、やっぱ日本は治安がいいから、そういった何男に強さを求めないっていう女性もいらっしゃるっていうのは自分の考えですね。はい、まあ強さよりも美しさって的な感じですか。まあ女性にも本当タイプありますからね。まあ、ま
過去の動画で言ったんですけど、まあ大体大まかに言って2通りに分かれると、まあワイルド系かそのジャニーズみたいな美系かって感じでね、うん、まあ顔が全くワイルド系だからといって顔が全く関係ないかっていうとそうでもないんですけど、はい、まあそんな感じですか。まあそんな感じになります。長くなりましたが、まあ大体もう語りたいことは語ったって感じですね。またネタがたまりましたって、またご報告いたしますのでよろしくお願いいたします。ちょっと喋り疲れちゃいましたね。どうもご視聴ありがとうございました。